内閣情報官は日本における官職。内閣情報調査室の長で政府の情報収集活動を統括する。内閣法に基づき内閣官房に置かれる職で国家公務員法2条3項に規定される特別職の一つ。内閣情報調査室の長として内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理官及び 内閣情報通信政策官を助け、内閣の重要政策に関する情報の収集及び、分析その他の調査に関する事務を勝利する。日本の情報機関の取りまとめ役として、内閣総理大臣に、週1回、各20から30分程度の定例報告をしている。ほか、必要に応じて、随時、内外の得意情報に関する分析を総理に直接、報告している。 また、内閣情報官の直轄部門として、情報収集衛星を運用する内閣衛星情報センターが設けられており、これにより、北朝鮮情報などの機微な情報が、内閣情報官を通じて即座に、総理や官房長官に伝えられるようになっている。以前の内閣情報調査室長は、政令に設置根拠を有する職であり、一般職の国家公務員であったが、 1998年に法律を根拠とする職に格上げされ、内閣情報官に職名変更される際に特別職の事務次官級の国家公務員になった。事例上は、政令に基づく室長時代は内閣官房内閣情報調査室長のように内閣官房の四文字を関する必要があったが、法律に基づく情報官は単に 内閣情報官とするのが正式表記である。前身の内閣情報調査室長等を含む歴代の内閣情報官は内務、警察官僚の指定席である。内閣情報官の前身の内閣情報調査室長に関しては内閣情報調査室歴代内閣情報官を参照。ありがとうございます。